皆さんこんにちは、チョコバナーです。今日はですね、髪の毛染めました。なんか明るくしたいなと思って、前回は青にして、前々回は緑にしてて、ちょっと暗めの色続いてたんですよ。なので明るくするのはちょっと無理かなと思いつつ、なんかちょっと明るくしたいんですよねって頼んだら明るくしてもらいました。やったー。今これ染めたてほやほやなの、帰ってきてすぐなんですけど、これから多分もっと金髪っぽくなるんかな。というわけで今日はこちら、じゃじゃん、私の最近のカバンの中身冬バージョンを紹介していきたいと思います。冬ならではのものが入ってたり、最近ハマってお菓子とかが入ってたり、結構こう見えていっぱい入ってるので紹介していきたいと思います。どうぞ。まずはこちらのバッグが、シーンでこの間買いました。1000円しないぐらいのバッグで、めっちゃ可愛いんですよ。で、空張りもこれが黒なんですけど、白とかシルバーとかもあって、ダウンっぽい感じの素材感のやつとかもあった気がします。で、紐のとこもこんな感じで可愛いんですよ。ただ前も言ったかもしれないんですけど、紐が長さが変わんないので、肩にかけるときに、ちょっと私は撫で肩気味だからかな、肩にかけるとするってちゃんとチョンってなっちゃうから、まあでも可愛いから使ってます。まずお財布かな。お財布はこちらです。3年ぐらい使ってるマークジェイコブスのお財布なんですけど、お財布変えようかなってちょっと思ってんだよね、来年あたり。とにかくこの柄が好きなんですよ。柄が可愛くって買って一目惚れで、サイズ感もちょうどよくてすごい使ってるんですけど、そろそろなんか新しいのをね、ちょっとここのマークもちょっとハゲてきてるから、ちょっとそろそろ新しいのを新調しようかなと思いつつ、やっぱこれ可愛いんだよなってなるんだよね。中はね、おもろいもん何も入ってない。今の所持金は3000円です。あ、これ入れてますね。最近買ったやつなんですけど、この間のジャパンカップのイクイノックスっていう大間さんの頑張れ応援馬券なんですけど、めっちゃ強くて引退しちゃったんだけど、このレースを最後に、やっぱ一番強い馬なのでご利益あるかなと思って、まあ、っていう馬券ですね。次、これグッチのさ、袋に見せかけて、まあグッチの袋なんだけど、なんかリップ買った時についてきた袋なんですよ。これなんか捨てようかなと思ったんだけどさ、グッチってせっかく書いてあるしと思って、ちょっと貧乏症が出ちゃって、中にバッテリーを入れてます。もうこれさ、高校生の時から使ってるからさ、もうさ、やばいやばいんだよ。10年近く使って壊れないんだよね。ただなんか最近バッテリー自体、これ自体の持ちが良くないというか、多分1回分ぐらいしかないから、新しいの買おうかなって思ってるんだけど、でも壊れないからさ、全然新しいの買えないの。私がそういう人間すぎて、マジで物持ちがいいといえばいいんだけど、貧乏症が出ちゃってさ、なんか壊れてないもの新しいの買えないんだよね。ただ最近さ、携帯の持ちも良くなくてさ、携帯自体の、朝家出てお仕事とかして、夜ご飯友達と食べて帰ってくるってなると、バッテリーが終わっちゃうんだよね。で、ガジェット系で言ったら、これが最近買ったサウンドコアライフ P2 ミニっていうアンカーのワイヤレスイヤホンです。ここにね、こうやって入ってるんですけど、ここでなんかバッテリーの残量が分かるんですけど、確かケースが32時間で、イヤホン自体が8時間連続で聞けますみたいな。こまめに充電してないのに全然電池切れないし、ここのバッテリー残量が3個あるんだけど、この3から変わったことないから、めっちゃバッテリー持つし、ノイズキャンセリングとかついてないんですけど、私は全然もともと有線イヤホン使ってた人間だから、全然不便さを感じてないです今のところ。 AirPods っぽい真っ白なやつは嫌で、このクリーム色にしました。安かったよ、多分3,000円、3,000円、4,000円で買えるので、なくさない自信が出るまでは高いの買うのやめようと思って、もう安いのにしました。で、携帯はこれ、お犬さんのケースを使ってます。これサイダーかな、で500円ぐらいで買ったケースです。鏡に載ってるんですよ。ほとんど犬が書いてあるので、あんまり顔全体を見るってよりかは、こうリップどうかなみたいな、ファンデとかよれてないかなみたいな感じで、こうやって見れるからいい感じに使ってる。ハンカチとウェイトティッシュ、これを持ち歩いてます。こっちがね、ダイソーかな。で、この間買ったラムちゃんなんだけど、可愛くない？これミニタオルなんですよ。普通のサイズより小さめのサイズで、私みたいにカバンちっちゃいのがいいなって人にはおすすめのサイズ感のハンカチと、あとはこれがセリアで3つセットで売ってるウェットティッシュ。コスメが、これがファンデーション、クリオのキルカバーフィクサークッション、ミニーちゃんコラボのものですね。私はクッションファンで結局クリオが大好きで、パッケージ可愛いのがいいなと思って、このミニーちゃんにしました。ディズニーストアで買いましたね。可愛いし使いやすいし、やっぱ持ち運びファンデといったらクッションファンデかなみたいな。リップはもう冬なので2本持ってて、まあ、リップとグロスみたいな感じ。夏はね、こっちしか持ってなかったんだけど、最近これ持ち歩くようになった。アディクトリップティントの541番ナチュラルシエナっていう、今つけてるカラーなんですけど、赤なんだけどちょっと深みがあって大人っぽいんですよ。こんな感じ、まあ、落ちにくいんですけど、ベタ塗りにならないからいい感じに塗りやすいので
持ってます、これは。これ最近買った、マジで超最近買ったんですけど、まあ、この間リリーベに行った時にお友達と唇ガサガサじゃねってなって、やばいよねみたいな、今度ちょっとグロス持ってこようみたいな。リリーベってさ、外でやることもあるじゃん、結構この時期の外のリリーベやばいねって言って、寒すぎてもう唇バキバキじゃんみたいな。次までに唇プルプルになるやつ買ってこようねって言ってたんだけど、その後ツイッターでこれがあのバズってたの、冬の限定みたいな、クリスマス限定カラーなのかな、これが。マキシマイザーなんだけど、これが050番ホロシルバーだけかなっていうカラーで、これもリールに私載せたんですけど、あ、 YouTube にもショートで載せてるかな。こんな感じでめっちゃラメなのね。でちょっと青ラメなんだけど、青々しいラメじゃないから、全然あのイエベさんとかでも全然使える。普段ちょっと青光りするリップ無理なんだよなって人も全然使えるんですけど、マキシマイザーだからちょっと唇がスースーする感じはするんですけど、あのとにかく唇プルッとなるので持ち運ぶことにしました。はい、お友達とお揃いで買いましたね。あとコスメ関係はね、まあ、結構あるんだけど、まずこれかな、日焼け止めです。冬でも日焼けしますので、特に私は夏場は外に出ないように気持ちを整えてたんですけど、やっぱ秋冬になってくるとちょっと外に出たい欲が出てくるんですね。なぜかというと暑くないから。で春も花粉が飛んでるので、ちょっと外にあんま出たくないなみたいな。だから秋冬活発化するんですね。で秋冬活発化してどうなったかというと、夏せっかく頑張って日焼け止め塗ったりとか、あんまり日出てる時間に外歩かなかったりしたのに、この時期なぜか焼けるという。それこそリリーベ行った時とかも、その日めっちゃ日出てて、顔も焼けて、でここら辺も焼けて、足出してたから足も焼けたのよ。このタイミングで焼けると思わんかったじゃん。さすがに11月に日焼けすると思わなくて、ちょっと慣れたので、もう最近はもう日焼け止め塗ることにしました。はい、これはね韓国のやつなんだよね、このブランドのやつなんですけど、スティックタイプなんで塗りやすいし、スプレータイプだったりとかはさ、もう電車とかでは使えないじゃん。だからこれはこう電車でこう気になるとこバーって塗って使えるので持ち歩いてます。このサイズ感もいいですね、なかなか。こんな感じの手のひらサイズで、あとはもう対照的にもう乾燥もするので、もう冬って大変よね本当に。こちらのオイルも持ち歩いてます。ベレダのカレンドラベビーオイルっていうオイルなんですけど、これ全身塗れるよってやつなので、ちょっと足出してる時とかに膝やばいじゃん、なんか粉吹いたりしたらちょっとダサいじゃん。ダサいけど結構カサカサだから、膝下膝からなんかあのふくらはぎとかオイル塗ってます。髪の毛ちょっとパサついてんなって時に、これ髪の毛につけてもいいのかちょっとわかんないんですけど、全身用トリートメントオイルなんで、まあ、髪の毛にも私はつけちゃいます。夜になったらちょっとねパサついてくるんですよ。夜なんかちょっと大事な用事というか、好きな人とかに会う時、うちねえけど、別にうち好きな人に会うことねえけど夜まあお友達とかでもさ、なんか会う時にさ髪の毛なんかパサパサしてんの嫌だなって時に、こう腕とかに塗った後に残りをこうやってつけたりはするかな。試供品サイズなのかな、普通に売ってるあれじゃないかもしんないんだけど、これ使ってる。あとは香水、これアトマイザーなんですけど、中にはいつも使ってるジバンシーの香水が入ってます。なんか甘いけどちょっとかスパイシーみたいな。なんか最近リニューアルしたらしくて香りが変わったらしいの。だから私が持ってるその赤いやつは多分もうこの世には存在、まあ存在はするけど、ちょっと新しくなって香りが変わったらしいんだよね。あとは目薬これ前も紹介したんだけど、ちょっとなんかさ濁ってんだけどさ、もうやめた方がいいかなこれで。あとはこれ冬なので、あのカイロですね。前も言ったんですけど、私あの薄着なので、あの冬でも今日もまあまあ薄いんですけど、なんで中のヒートテックとかに貼るのに入れてます。今日私あのアウター買ってきたので、ジェナシスでこのアウターを買ってきましたので、もう寒くなることはないと思います。こちらはあのインスタかなんかに載るでしょう。はい、アウター買ったので安心してください皆さん。私のあの寒そうな格好で外出る時代は終わりました。最後これめっちゃハマってる、これ本当に美味しい。あのね、ちょっと前にドラッグストア購入品で紹介したんですよ。でその時に私初めて見たの、この男梅の粒タイプで、その時初めて食べてめっちゃハマって、え、これ3つ目でございます。買いだめしちゃった。こんな感じでね、粒が入ってるんですよ。梅味って感じじゃなくて、カツオ梅みたいな感じの味で、あのさ、梅練りってあるんだけど、ここにあるんだけど、梅練りってあるんだけど、このお菓子にめっちゃ似てんの。なんか噛めば噛むほど酸っぱくて美味しいみたいな。サイズ感もちょうどいいんだよね、こうなんていうフリスクサイズというか。こういうさ、パウチタイプのやつもいいんだけど、ちょっとコンパクトさがさ、こっち全然違うじゃん。というわけで、これあの、激ハマり中です、今。あとは、なんかチョコとか入れてる時もあるんですけど、今日は入ってないですね。あとこの間なんか展示会で、おみくじがありますって言われて、あの、魔女工場の展示会で、あ、そうなんですねって言って、うちコミュ障だからさ、その別におみくじとか引こうとも思ってなかったんだけど、なんか引いてくださいって言われて引いたら、あの金運上昇カードってやつが当たって、手に入るのはお金ばかり、どんなに使ってもお金が貯まっちゃうって書いてあって、こんな嬉しいカードないよと思って、
入れてます。全然神様とか信じないタイプなんですけど、おみくじとか日記一憂とかも全くしないし、なんか占いとかにも一応一喜一憂しないんですけど、いいやつは受け止めたいタイプなので入れてます。だってどんなに使ってもお金が貯まっちゃうんだからね。と思って今日もアウターも買って帽子も買ってなんか髪の毛染めて、本当にお金使いすぎてる。ほんと最近やばいからちょっと節制するわ。今月は買い物しない。これはフラグじゃなくて本当にしないようにすることを神に願う。今月もなんかどっかに行ってライブ行くとかはないんですけど、まあ埼玉のランペに多分行くんだけど、それぐらいかな、ライブは。なので今月はもう落ち着いていきたいと思います。来週再来週くらいにディズニーランド行くのでそれまで本当にウーバーイーツしない、本当お家でもやしとかかいわれとか食べようと思ってます。なので皆さん応援してください。というわけで私のカバンの中身でした。てか思ったより入るくない、このカバン。私もさ、買った時ちょっとまああんまり中身入んなくても可愛いから買おうと思って買ったんだけど、めちゃくちゃ入るから最近もうずっとこれ使ってるか、まあ前も紹介したマーチンのバッグがあるんだけど、そっちを使うかで2択かな最近は。まあマーチンの方のカバンの中身は多分前も動画に上がってるので、まあ若干違うかな中身。まあ若干って感じだと思うんですけど、まあそちらも気になった方はぜひぜひ見てくれたら嬉しいなと思います。というわけで今回は髪の毛染めた私のカバンの中身紹介でした。気になるものがありましたらぜひぜひ試してみてほしいなと思います。それではチョコバナナでした。バイバーイ。